はい、というわけで、しだれ駅に来ました。はい。でね、まあ、ここはね、結構多分、さっきの三船駅はちょっと探さないと難しい駅ですけれど、ここはね、なんかね、バス停があってね、一応ね、バスも1時間に1本ぐらいあるらしい感じで、はい。でね、まあ、この目の前の道も、県道11号線って言って、結構ね、うん、分かりやすい大きい道で、でね、なんならこの上にね、さなげグリーンロードっていう、ちょっとね、有料道路があるので、まあ、非常に分かりやすいところだと思います。それでね、まあ、どの廃駅も結構ね、なんかちょっと整備されてて、うん、なんかちょっと、まあ、入っていいですよ的な雰囲気を醸し出してて、ちょっとね、綺麗にはされてるんですけど、うん、でもいいですよね、こういう感じ、廃駅を利用して何かをするっていうのはね、うん、とってもいいことだと思います。あ、すごい、展示ブロックがこんななんかパズルみたいになってる。あ、なんだあれ何あれ、すごい、なんか、うん、遊べそうなやつがありますね。はい。電車道整備計画ってなんだ？いや、すごいな。もともとね、この三河線っていうのは、まあ、この飛鳥の高欄系っていうところまで、まあね、行こうとしてたんですけど、まあ、この計画は、まあ、現実には起こらずに、まあね、この中金駅、西中金じゃなかったかな、うん、っていう駅までがリアルにあったんですけど、うん、まあ、ここから先はね、もう本当に電車は走ることなく、まあ、列車走ることなく終わってしまったんですけど、これでね、今ここですね、今しだれ駅、はい、でもう一つ広瀬駅があって、でここは終点ですね。はい。でこの先にね、矢作川を渡る橋があるらしいので、まあそれもちょっと探してみたいんですけど、いかんせんもう日没まで結構迫ってるので、ちょっと微妙なところですけど、この禁煙マークとかね、完全に名鉄のね、うん、感じのあれなんですけど、はい。あ、すごい、向こうにもあった。なんかちょっと遊べそうな感じですね、うん。いや、これジャンプして降りないといけないのか。これは多分新しく作ったけどボロくなってしまったってやつかな、うん。なんか味がありますけどね、はい。っていう感じでね、まあここでちょっとのんびりベンチに座ったりできる感じですけど、これ動くのかな。すごい、このなんていうのかな、この線路からホームを眺めるってことはね、あんまりないので新鮮ですね。でね、こいつね、動きますよ、うん、ほらほらほら。あ、これに多分子供を乗せて、お父さんかお母さんが押してあげれば多分すごい喜ぶのではないかっていう。っていうか、これどこまで行けるんだろうこっちがね、さなげ駅方面 で向こうが何だったっけ、まあ、すぐ忘れちゃう。向こうがね、終点方面ですね。はい。どこまでつながってるんだろう、ね、永遠に行けたら面白いけど、そんなわけないもんな。いや、なんかかなり向こうまでなんか全然別に柵とかなく行ける感じなんですけど、うん、どこまで行けるんですかね。はい。でここすぐ脇に矢作川が流れております。この線路は、まあ、この先でこの川をね、渡ることになっております。
というわけでね、矢作川橋梁のところまで来ました。開いた。結構ね、あ、靴の中に何か入った。なんか地面がね、なんか腐葉土みたいになってて、でこれ掘り返されてるんですけど、多分ねイノシシですね。はい。でまあ例のごとくトラ柵でね、この先は行けないんですが、よいしょ。ああ、見えますかね。この先に完全に橋があります。いやーすごいな。でね、もう反対側からアプローチしようと思ったんですけど、もう無理でしたね。もう多分、いやーどうだろう。いやもう完全にヤブになってますね。あ、これ無理だ。いけるのかな、わかんないですけど。なのでしだれ駅側から、ね、来ました。でね、まあしだれ駅側から来るとちょっと民家がねありますので、はい、気をつけてください。というわけでね、三河広瀬駅に来ました。なかなか味がある駅舎ですね。これはやっぱ当時から使ってたものですね。中入れるのかな。はい、ちょっとね中に入ってみました。いや、ここで切符を売ってたんですね。はい。あ、すごい。あ、当時の運賃表ですね。はい。すごいな。地下鉄連絡運賃表って言って、一応名鉄って、鶴舞線に乗り入れてるんで、名古屋市営地下鉄とね、一応ね、あ、ここでも地下鉄線までの切符が買えるんですね。ああ、すごい。なんかこれちょっとよく見たら、この駅のものじゃないですね、これ。これ若林駅の運賃表ですね。はい。三河広瀬ってね、360円ってなってる、そんなバカなと思ったけど、これ若林駅の運賃表ですね。はぁ。まあ、それでも、若林駅から、名古屋駅まで、まあ、地下鉄で800円っていうかね、知立に出てそこから本線で行った方がいいと思うんですけど、あ、これとは多分違う運賃表があったんでしょうね、若林駅に。なかなかちょっと謎なものがありますね。でも面白い、貴重なものですね、これは。はい。で、これはどうだろう、当時のものなんですかね。三河広瀬で、次がね終点の西中金になりますね。はい、はい。それでこっちがしだれ駅方面で、で向こうが終点の西中金方面ですね。はい。なんか構造的にね、2本線路があったような感じなんですけど、こっちは多分だいぶ昔にひっぺがされた感じじゃないですかね。なんかここの路線はね、昔貨物も扱ってたみたいなので、多分その残りかもしれないですね。こっちで貨物を乗せてたかもしれないですね。ちょっと詳しいことは分かんないですけど、はい。これでまあね、結構これでこの跡地でね、パターゴルフをね、なんかやれるみたいですね。面白いな。
まあ、そんな感じでね、まあ、日が暮れる前に終点まで行っちゃいましょうか。はい、というわけで西中金駅に来ました。なかなか大変でしたね。ちょっとなんていうのかな、さっきの広瀬駅とこの西中金駅結構離れてて、なんならこの前の道もね全然違う道に出てきて、この三河線はね結構ね山をね突き抜けて来たんですね。トンネルもね多分2個ぐらい突き抜けてここの駅にたどり着いたっていう感じなんですけど、はい、まあ、ほいで、まあ、ここが本当に終点なんですが、ほいでね、まあ、終点って言ってもねなんか全然車止めがねバーンってある感じじゃなくて、もういきなりぶった切られてるって感じですね、線路が。はい、でねこれ153号線って言って、まあ、飯田街道って呼んでる道ですね。はい、でこの先高欄系っていうね、飛鳥の高欄系っていう、まあ、紅葉スポット、紅葉がねすごい綺麗な、ところがあるので、でもまだちょっと紅葉には若干早いんじゃないかなと思うんですけど、多分そこに行ってきた車がね帰りの渋滞がなんかすごいですね。はい、でここの駅舎のね横にあのこう歴史が書いてあるんですけど、はい、あすごいな。最初の三河鉄道時代だと刈谷大浜が大正3年に開業っていうのはすごいですね。それで昭和2年から3年でここができたっていう、佐野駅から西中金駅が昭和2年3年2年から3年の間にで戦前からあるってことなんですね。ああすごいな。さなげ西中金間の電気運転廃止って書いてある。やっぱ電化してたんですね。昭和60年に廃止っていうことなんですね。ああじゃあ平成の間はもうずっとレールバスが運行してたってことなんですね。あそれで平成16年にさなげ西中金間が営業廃止ということで廃線になってしまったっていうことなんですね。はい、やっぱ途中はねやっぱ貨物輸送もあったみたいですね。ねやっぱりこの飛鳥町までねつながる予定がねやっぱ時期早々にやっぱ断念されてるっていうのがね、やっぱつなげるにも技術力がなかったか、それともやっぱりつなげてもあんまり利用価値がなかったかちょっとわかんないんですけど、まあ、つなげてもらえればねちょっとロマンがあったんですけどっていう感じでね、三河線のね廃線っていう感じで、もうどの駅もねここもなんか一応喫茶店的なことはやってるみたいですね。えらい安いな、コーヒー200円とかジュース100円とか五平餅200円めちゃくちゃ安いなまあちょっと今多分時間の関係かちょっとコロナの関係かわかんないけど営業してないんですけど、はい、こっちが、さなげ駅方面ですね。でも15年廃止になって15年経つんですけど、結構なね結構レールは残ってますね。いやすごいな、15年経ってるけどね全然その手つかずって言いますか、もう結構当時のままっていうのでね結構撮影とかにもね向いてるので、はい、ぜひ探検してみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。